町山さんも言ったように本田さんの映画ってみんな同じ構造を持ってるんだけど、うん、不幸なのはあんまりそういうゴジラ以外の SF 怪獣映画ってやっぱマニア以外の人は見てないから、見てない。でゴジラを分析するってこと、初代はあの要するに核の問題を描いていたとかっていうふうにこうみんな言うんだけど、じゃあその次の映画は何なのかっていうと、ゴジラがだんだんアイドル化していったっていう分析しかない。全然違う、ね、本田さんはその後実はゴジラシリーズよりもその地球防衛軍であるとか、その海底軍艦であるとか、ね、あの妖精ゴラスとか作ってる、さっき言ったみたいに海底軍艦っていうのはゴジラの構造をそのまま撮ってるんで、実はそのゴジラから海底軍艦の方にも見なきゃならないし、地球防衛も見なきゃならない。そうなんですよ、あのガス人間第1号もみんな人間ゴジラなんですよ。そうそうそう、でもそういう風に見ていくとゴジラ映画として見れるはずなんだけど、ゴジラが出てくる映画をゴジラ映画だっていう風に思ってる人たちにとってはよくわからないものになってしまう。それとまた要するに核兵器がいけないんだみたいな、人間あの文明社会に対するアンチテーゼだみたいなことばっかり言っちゃうと、それもまた違ってて、だからこれも時間がないから言わないけど、本田さんが実はそういったものだってものすごくポジティブな映画っていうのを撮ってて、ゴジラっていうのはインサーの映画なんだけど、妖精ゴラスとやっぱ宇宙大戦争っていうのがあって、この説明するのは大変なんですけど、まあタイトルだけ覚えてもらえばいい。妖精ゴラスと宇宙大戦争っていうのは、これは実はあとまあ井戸大ゼロ大作戦もそうかな。あ、そうですよね。この辺はじゃあ本田さんはさっき言ったみたいに人間社会、現代の社会ってものに対して違和感を持ってるって言って、違和感を持たない、じゃああなたのユートピアは一体何ですかっていうことに答えたのはこの、まあ地球防衛もちょっとそうだけどね。そうですね、地球防衛これは逆にじゃあ私のユートピアはこれですっていう映画なんですよ。まあ全世界が科学で団結するみたいな、そう全世界が科学の力で平和に団結していくというね。で民族もの違いも国境もないっていう世界が、で特に井戸ゼロ大作戦それを一種のイデオロギーとして出してる映画なんだけども、科学者が支配してる世界なんですよ。政治家じゃなくて科学者に支配させろっていう話だよね。これで政治っていうのはコントロールできない人間がやるもんなんだとかセリフがあるんですよね。そう、ヤクザもんがやるもんだってことを言いたいんだな多分ね。で科学者っていうのはあのそうじゃないんだと、理性によってね世界を平和に支配できるみたいなユートピア論。妖精ゴラスなんかもそういうの科学者がまあ主導していく。妖精ゴラスっていうのは多天体が地球にぶつかりそうになる、まあ、ブラックホールみたいなものがね、そうそうそう、あの赤色矮星っていうものは地球に向かって突っ込んでくるんですよ。で最初の発想は地球最後の日っていうあの映画みたいに、要するにこう地球から脱出してエリートだけを乗せてっていう発想だったんだけど、それを全く逆転して全地球が団結して地球の方を動かして常に避けようっていう、そういう、まあ、あの映画なんだけれども、でそこで科学者がすごくこうインシアチブを取るわけですよ。 その時の科学者の名前が第1項で本田博士だったんですよね。そうだね。そうそう、でそやっぱりその脚本家の人から見ても本田さんが科学へのユートピアをすごく持っているっていうことっていうのはもう脚本家の人も知ってるから、その博士の名前を本田にしてるわけですよ。でも多分本田さんは照れたと思って、まあ、違う博士の名前に結果なってるんだけども、そういう意味でもすごく集約されてる作品ですよね。そうなんですよ。でもこれすごいのは、じゃあ妖精ゴラスはその地球がね、あの、まあ、避けるわけですよ。ここから火吹いてブーって、妖精ゴラスで避けた後どうなるの、ね、現代の消費文明は滅んでるんですよ。妖精ゴラスが突っ込んでくることによって潮の満ち引きが過激になっちゃってね、で水没するんだよね、あの現代文明。だからね、あの天守閣とかね、高層ビルとかね、そういうのがね、こうみんなこう水平線に向かってポコポコって上のところだけあるんですよね。戦後文明がきれいに水で流されるんですよ、物質文明が。でそれを見た時にね、あみんな進んじゃってって言う時に、またやり直せば作り直せばいいさって言うんですよね。そう、俺あれはね中学校の時ね、そうめっちゃ開放感を感じた。めっちゃ開放感あった。でもあれってゴジラの裏返しだよ。あ、そうですよね。焼き尽くすのと水没させるの全く同じだよ。そう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 なんですよ ね。つまり戦後のそのマタンゴ的なね欲望に支配された消費文明やその資本主義社会っていうものは水に流せよって話だもん。そうですよ、まさに水に流せよ、まさに水に流せよって話だもん。でもそれはゴジラにおいては焼き尽くせって話だった。でもこれで水に流せよって、で明日の宮崎駿に続く繋がるんですよ話が、ね、全く同じですよ。でそういうものによってこの世代は育ってるんだよね、僕たちはね。じゃあなんかちょっと質疑応答で、あ、なんか、ね、あのもしあ質問とかありましたら、はい、どうぞ。これは、町山さんにお聞きした方がいいかもしれませんが、あのまあ、この桐崎さんの本に書かれている
あのデルトロがあの本田石郎とハリーハウゼンにあの剣術を捧げていると。でそれはまあ非常にそのびっくりしたというふうにあの記者とも書かれているんですが、この海外ではこの円谷英二と本田石郎を比較してそのどちらの方が、ゴジラという作品を出したときに名前が通ってるんでしょうか。それ聞いてみたいですね。分からない。フランスとかで本田石郎じゃない。そうなんですか。開港展とかもちゃんと開かれてるね。開港上映、特にだから作家主義っていう考え方をするフランス人からするとやはり本田石郎だろうと思う。ただアメリカでも確かアメリカでも本田石郎のインタビューってアメリカ人がやったやつが出たじゃない一冊 ね、 あ、 そうですね。あれ読んでる。読んでるんですよ。あ、読んでるでしょ。今度アメリカでもそうなんだろう。アメリカ人の研究者がやっぱり一冊本を作る予定らしいですよ。もう一冊作るの、また作る。あ、そうなんだ、ね、あ、だから日本ではだからそういうふうにしてさっき言ったみたいなその本田監督 の、 その仕事を歪小化する本しか出ていないような状況なのに海外では作家として評価するっていうものがあるんですごくなんていうか、国内外で評価が違う監督で、そうですよ、ね、すごく。だからデルトロもだからこの本の前書きにも書きましたけど最初は僕は知らないから言ってんだろうと思ったんですよ。だってハリーハウゼン特撮の人じゃん、本編監督じゃん本田さんと思ったんだけどデルトロのこうパシフィックリムのコメンタリーを聞いたらそしたらもう全部の役割知ってんですよね。円谷英二、田中智之プロデューサーのことも知ってるしゴジラの中島春夫っていう人が入っててゴジラのデザインは渡辺明でとか全部知っていてその上で本田さんの演出について言っていたからあ俺の方が完全認識甘かったですっていう感じだったですね。そうですね。だから他の監督がやった円谷監督の映画とも違うから本田監督の映画だから基本的にその怪獣がいてこれはすごく大事なんで怪獣がいて博士がいるわけです。博士ないし軍人がいるんですよ。それと観客の三角関係を成立させるんですよ。実際はこれやってないんだほとんどの映画は怪獣映画でこれが重要なんだ。だから全部つながって共感し合ってる形を作るで、ティム・バートンやってるね、スピルバーグもやるね、時々 ね、 ね、そういうところがあるんですよ、で、それが気がつかないとなかなかできないっていうところですよね。それと、そこに可愛い子ちゃんを入れるってところもうまいですけどね。スピルバーグはこれができてないね。あ、そうですね。そこで悲劇性を持つよね、ラブロマンスとしてのね。やっぱ本当に深いですよね。あとなんか2つあるんですけど、あの何年か前になんか妖精ゴラスをなんかハリウッドで誰かがリメイク権を買ったみたいな話があってっていうのがどうだったのかっていうのと、はい、あの井戸ゼロ大作戦のラストがちょっとどういう意味なのかなって あの いろんな人が入れ替わってたみたいな。あれはオズの魔法使いです。あ、そうですか。オズの魔法使い見てないの。いや、見てると思います。オズの魔法使いってあの夢の中に出てきたいろんなキャラクターが実はあの人間社会に全部いるっていうオチなんで、いつもゼロもそうじゃん。あれね、あのなんか何通りもあるんですよ ね、 オチがね、シナリオから映像化になるときに、でも一番混濁化した形で、要するにこう敵側まで一緒に出てくるじゃないですか。あれは本田さんの方が最後の方にフィンセント・プライスってった、形ですよね。だあれは現実なのか夢なのか最後まで曖昧にして、終わらせてるけどね。まあそうですよね、あのちゃんとね、そう最後に銀行にね、入金があったっていうのができますしね、どっちが本当なんだろうっていうふうにして、わざと曖昧にしてんだろうね、そうですよね。だって本当にあったんだってしたら別にそれは逆になんていうか映画の中に閉じ込められちゃうから、まあそうですよね、曖昧にすることで見てる側の方も取り込むという、そうそう、最後世界中の戦乱の映像とか出てきますよね。そう、現実に戻すっていうことになってますよ。そうというすごくあそこでうわっとこう高揚感あるじゃん。あ、来ますよね。ね、ああいうとこなんだろうと思うけど。あの怪獣大戦争って映画でも X 星人が宣戦布告した時に世界中で動乱が起こるっていう、あの短いシーンがあるんだけど、あそこと俺見るたびに結構興奮、リアリティがあってね、するんだけど、この本で書きましたけど実際に226事件みたいなね、死滅反対同盟とかそういうのが出てきて地球側の勢力も一枚岩じゃないっていうことがシナリオでは出てきていて、難航もあったんだけど最後の方でこうそこをオミットされちゃうんだけど、そこの片鱗がちょっと最後に映画の中に出てきていて、そういうところでちょっとワクワクさせられますよ。現実のどっかとなんかつながってるんだ。井戸ゼロででも一番ワクワクするのはあの人だよね、あの三田村邦彦の奥さんだよね。ああそうですよね。すごくないあれ、まあどうでもいいや。
大作戦はエロくて困る。そう、露出度をだんだん本田さん先が高めていくっていうプロセスをね。バーバレラみたいな映画ですよね、あれは。はい、どういうユートピアなんだみたいな感じで。ユートピアでしょ、あれは。あれはユートピア。みんな風呂に入ってる。婚約してるのがユートピア。あれはユートピア。だってユートピアって言って書くじゃん、だって。科学と婚欲のね、ユートピアですからね。そうそう、そう、ね、で、美女と科学者しかいないっていう、美女とインテリだけの世界、あれ。そうですよね。すごいよね、あれね。はい、あ、先ほどこちら女性が手を挙げてました。はい、はい。本田監督が、なぜその科学っていうところにすごく重点を置いたっていうか、まあ、科学素晴らしいっていうスタンスになった。なんかそのバックグラウンドみたいなものがあるんでしょうか。その時代っていうのはやっぱりすごく大きかったんだと思うんですね。映画自体も黎明期だったし、要するに映画を動くとかね、うん、そういうこと自体も珍しい。ただ、そういう映画自体が要するにハイテクだったんです。だから今現在のコンピューターみたいなもんですよ、当時って。で、特にあの東宝っていう映画会社、なんだっけ、昔の会社名忘れた。アルファベット3文字の忘れた。PCL。PCL、そう。PCL っていう、社名自体非常に科学的な、ああ、そうですね。そう、あの発想で、研究室みたいなところでやってるんですよ。それとあと日大自体が、その当時、あの彼は日大の一期だっけ。一期だったか、でも最初のですよ。だって日大っていうのが、の芸術学部ができるってことを中学時代から知って、その時から狙ってた。そうそう。ね、それもだから、その映画っていうその最新技術を研究する学科として作られてるんで、その頃は映画っていうのは、まあ、つぶらいじもそうだけれども、科学だったんですよ、当時は。本当に新しい技術。今現在コンピュータグラフィックスとかやってる人っていうのは、あ、現在というか、ちょっと前コンピュータグラフィックスやってる人っていうのは、科学者なのか芸術なのかって言ったら、どっちですかって言ったら、どっちでもあるじゃないですか。当時は映画っていうのはそういうものだったみたいですね。うん、で、要するに東北の山中で、その、まあ、あのお父さんが反応、反送みたいなだったんだけども、そういう宗教的なものっていうのはどちらかっていうと本人の意識としては否定して、うん、やっぱりこう東京に出てきてその科学的な生き方をしたいっていうことはあったみたいですよ。だからその当時のやっぱりちょっと当時の側から見た全近代的なものからちょっと解き放たれたかったっていうような、うん、そういうこともあったんじゃないですかね。まあ、戦前のその日本におけるその、まあ戦意高揚とか言われてるけれども、その日本人がその時すごく信じたものはやっぱり科学なんだよね。だからもう日本ってだったら風立ちぬを見ても分かるけれども、科学の力で、ね、その西洋列強に打ち勝とうっていうところがあったんで、すごく科学っていうものはその人間たちを解放していくという理想論があったわけでさ、その頃は。と、まあ、ジュール・ヴェルンとかの影響もすごく強いんですけど、それもそれは明日か。だからゴジラの企画が生まれる前から本田さんはその南国の肌っていうのがなんか象徴的なんだけど、自然現象とあの人間が科学的に対峙するっていうそういう作品を多く撮って、しかも水中撮影とか、今は当たり前だけど水中撮影なんてやっぱりできなかった時代にそれを初めてやるとか、そういう科学技術っていうものが発達と自分の表現のそのコマが増えていくっていうことがシンクロして、それをちゃんとドラマにも組み込んで、で必ずしもその中の人間の話だけが浮き上がらなくてもいいっていうような作り方だから、うん、確かに本当に科学であるっていうことと文系であるっていうことがなんかこう溶け合ってるような感じがありますよね。当時はね、特に撮影技術そのものにすごく興味を持って始めた人、うん、そうですよね。ウルトラマンの話でゴジラの着ぐるみを使った話がちょっと名前忘れちゃったんですけど、ジラスが、あ、そう、ジラスの話で、はい、でそれを博士がなんか育ててたみたいな。あ、そうでしたね。それとそのさっきの話がちょっと似てるなと思って、やっぱ何かそういう関係はあったんですか。金城さん、金城哲夫さんで、うん、要するに関澤慎一さんって本田一郎さんの多くの特撮を書いた料理の片方の人のお弟子さんですよね、うん、あ、はい、金城さんがね。だからやっぱりそういう発想ってあったんじゃないですかね。まあでもすごくあれ自体は実はビオランテの研究だよね。あ、うん、レオゴンがあって小林慎一郎が、うん、あ、そうですよね、ゴジラに。だあれはゴジラに最終的に帰っていく物語だよね、うん、そうですよね、うん、だから実はゴジラっていうのは科学者を生み出したものだっていう発想みたいなものが最終的にビオランテで帰っていくっていうのも、だからちょっと分かんない、これはそこは成立の経緯は分かんないですけど、あれゴジラの着ぐるみを使ってるじゃないですか、うん、ひょっとしたら最初からあったのかもしれないですよね、うん、だからこれはゴジラの着ぐるみを使うんだと、ありきの脚本を書くときに、じゃあ科学者と怪獣の話にしようっていうのを金城さんなりに、
それをでもまああまりでかい話じゃなくて一個の湖の周辺で成立させる、うん、そういうようなことをやろうっていうのがあったのかもしれないですよね。あ、ひょっとしたらね、科学者はゴジラに対、ゴジラとか怪物に対してすごくか、あのなんていうか自分の分身のように思ってしまうっていう発想っていうのは別にあのこれに限らず山田洋次も持ってると思うんだからね。あ、そうですよね。なんでギラが出てくる。そう、そうですよね。そう、男は辛いようで必ずトラジロの夢のシーンから始まるんです。ギララが出てくる。そう、トラジロが夢を見る。あ、ギララっていうのは松竹のね、松竹さんだけど、トラさんが科学者なんです。男は辛いように。そう、科学者なんだけど男は辛いような冒頭で夢を見るとギララが暴れてるんですよね。で、あの桜かなんか、違う、ヒロシか、ヒロシが、車博士とか言ってくるんでね、怪獣が暴れています、なんとかなりませんでしょうかって言うと、あれは私が作ったものだとか言うんだよね。で、ギララに対して、あのお前を生み出した私が決着をつけなければならないとか、渥美二郎が言って、渥美清ね、渥美清、渥美二郎は、渥美二郎は演歌歌手です。最後、ギララがやられそうになってくる、トーラーさんとか言うんだよ。そうそうそう、トーさんとか言うんだよ、確かに。トラさんじゃなかった。トラさんじゃないだろ、だって夢の中で科学者なんだから。トラさん、いや、トラさんって聞こえてはって目覚めんじゃない。そうだっけ。お父さんさん、お父さんとか言うんだよ、あれギラの。いや、お父さん説、トラさん説、ちょっとどっちが正しいか確認してください。でもあれ、はい、なんか山田二郎、山田二郎、山田洋次が何でも二郎にしちゃう。ラーメン二郎食べたいのかな。いや、トラさんの夢ってそこで出てくる映画のジャンルを西部劇でも何でもものすごく本質を使うようになってるんですよ。そう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 、やっぱりね、山田洋次ってもう映画マニアだから、それ以外もさ、やるじゃない、寅さんがいろんなものになったりするとってさ、それのもう本当にエッセンスを演じさせるんです。そうそう、だから流れ物がやってきてヒーローになるけど去らなきゃいけない、それで妹がこう取りすがる、だけど去っていくって言ったら目覚めるみたいなね。やっぱりその発想っていうのは、ね、山田洋次ですら考えていたっていう点ですごい深いものを知らない。山田洋次はだからジャンル映画を自らは手掛けないけど夢の中でそれを果たしていたわけだから、うん、だからジャンル映画論になってるんですよね。あれと何でもやってんだもんだからね。そうそう、あれ全てのジャンルをやってるんですよ。そうそう、実はそう、ね、トラさんの変わらんシーンなんかサイレント映画だし、ね、そうそう、日活アクションもやったしね、薬剤画もやってるし、ね、全部やってるんでね、うん、なぜトラさん論になってるんだろう。トラさん論になってるんだろう。何するんでしたっけ最初。トラさん論よくないね。あ、そうそう、ジラースの話、科学者が会場を生むっていう話はあるのかっていう。そう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 、あれなんかこう失踪した科学者と同じ科学者だったらずるみたいな、こう非常にわけのわかんない展開になるんですよね。だからあれをこう短い時間にそういう科学者の、いい科学者と悪い科学者、マッドサイエンティストみたいな二重構造も入れようとしてちょっとかなり混乱してるんだけど、まあ若い頃の金城哲夫さんがひょっとしたらかなりそこに入れ込もうとしたのかもしれないですね。でもなぜ必ず会場を作る科学者って湖ってことに住んでるのかね。あ、そうですよね。レオモンでもそうだったし、ビオランテでもそうだったし、なぜ湖に科学者に作られた会社が出てくるのかよくわからない。あれ確かなんか湖で魚いっぱい取ろうとして、うん、こうなんかこう薬品みたいなの撒いたら出てきちゃうんですよね、うんうん、そうだ、その人間が悪いみたいな話でしたよね、うん、ジラス。エクスペンダブルズのシャツを着てる人がいっぱいいるの。いました、映画。しょうもない映画で。怪獣送信機を見てエクスペンダブルズを思ってたわね。はい、エクスペンダブルズ見てきました。自分ちょっといま、だに分かんないのが、妖精ゴラスの最後の方で、あの地球が移動して氷が溶けるじゃないですか。なんで氷が溶けたらトドみたいな怪獣が出てくるじゃないですか。あれの存在がいまだに理解ができなくて、ちょっとお聞きしたいなと思いました。まあ、いい、あれだから本田監督も円谷英二徳井監督も大反対した、ね、海外マーケットを最初から想定して、その頃の本田監督、あ、これもだからすごく重要なんだけど、本田監督の当時の映画っていうのは日本映画でも最大の制作費をかけてるんですよ。地球防衛軍とか、あの妖精ゴラスとか、その頃って、あとモスラもそうですよね、あのキングオブ対ゴジラもそうだけども、あの当時の日本映画の普通の映画の規模のもう考えられないぐらいの制作費をかけてるんだけども、その裏には海外同時公開っていうのがあるんですよね。海外マーケットが最初からあって、そこに売り込む、ないしは海外からすでにお金を取ってる場合もあってね、あの制作費を、ベネディクト・プロとかサンダー・ダガヤロとか、そうすると怪獣出してよって話になるんですよ。ただね、それも実は海外版ではカットされたりしてるんですよ、ね、そう、海外版のために怪獣出したのに海外版ではカットされてる。やってみるといらないじゃんみたいな。お前がやれっつったから言ったのに、なんで切るのって話なんだよね。
すごく有名なフランケンシュタイン対バラゴの最後に出てくるタコは海外版だって言われてたんだけども、海外版にも入ってなかったんだよね。そう、だから向こうの人がタコがいいって言ったのはキングコング対ゴジラの時、本物のタコを使ってあの処理がすごくリアルだったからもう一回出してくれって言ったんだけど、やっぱり日本の方はちょっとそれを勘違いしてタコ出せばいいのかな、そうタコを総演で出すんだけど、いやこれちょっとこのタコ違うんじゃないかなって使われないっていう、使われないみたいなね。そう、思惑の違いが結構あるんですよね、ガンさんってね。妖精ゴラスはゴラスだけ英語タイトル確か。確かそうですね。確かゴラスだけど、あれでマグマがないっていうね。本当に困った。あれはマグマ、あのマグマってのは怪獣ですよ、セイウチが。そう、ウルトラ Q のトドラの怪獣さんで、ウルトラ Q は206名消滅するって話も、全然怪獣メインじゃないんだけど、うん、付け足しで怪獣が出したんですよ、ね。マグマを改造してね。そう、だからマグマとトドラ系っていうのは常にそういうもの。かわいそうだ、主人公じゃない怪獣。かわいそうな怪獣。もうちょっと後ろの人いました、はい、自分本田監督の特撮以外の作品を見たことがないんですけども、特撮以外の作品もその三角関係の構図っていうのは当てはまるんでしょうか。僕はね、当てはまるじゃん。そうそうそう、当てはまる作品とそうじゃない作品があると思いますけど、初期作品はわりかし当てはまると思います。だから青い真珠っていうのはデビュー作なんですけど、まあ、それなんかもう完全にそういう風な三者関係。そう、三者関係がこう描かれる。イケメンと暗い男と可愛い子。そういう三者関係があるし、はい、あとやっぱり自然との格闘みたいな初期の方の作品にはありますよね。ただいろんなジャンルを手掛けてるんで、うん、必ずしもそこに適合はしないんだけれども、完全に雇われて撮ったものもあるからね。うん、ありますからね。うん、でもなんていうのかな、そのキングコング対ゴジラのコメディタッチなんかその花山三十三って映画の中にすごく出てたりとかするので。本田さんの SF 特撮映画以外の作品ってすごく実は多いんですよね。だん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  SF 特撮映画だけになっていくんですけれども、そういう作品もね、ぜひ見られてほしいなと思いますけどね。普通だからこれもすごく重要なことなの。プログラムピクチャーっていうのは要するにもう制作期間ものすごく短くて1ヶ月とかそんなに作ってるんですよ、その頃の東宝映画っていうのは。ただ本田さんだけはそのルーティンから外れるんですよ、うん、制作期間がめちゃくちゃ長い。そう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 、超大作だから。で、まあ特に地球防衛軍とかの超大作の頃になると、何や準備期間だけで2年とかかかって、うん、2年とか3年とか。だからそれなのに監督料が同じだからなかなか食っていけなくて大変だったと思ってましたよね。すごい話だよね、それって。ものすごい日本映画の年間の映画の中でも超大作レベルのものを作りながらもおかしいな。だから奥さんの言葉で忘れられるのは大作ってのは本当に監督はかわいそうですっていうね。あの言葉は忘れられない言葉ですよね。パーセンテージでもらえないから当時は、うん、契約社員なんで。まあすごいですよ。だからその頃他の監督たちはもう2ヶ月3ヶ月映画切り回してる時に半年とかね、1年で映画作ってたっていうことですよね、当時は。それでもギャラは同じっていう、ひどい話。だからソフトになってるのがだから加山雄三のお嫁においでってやつだけで、でもあれなんか完全にお嫁においでですよ、はい、で、あの若大将キャラなんですよ、加山雄三は。だけど加山雄三主人公じゃないですからね、あの映画でね。加山雄三ってイケメンだ。そうそう、だからスポーツマンだから主人公できないんだよ。そうそう、怪獣大戦争に出てきたその沢井恵子が、まあ、成人の生活をちょっとその金持ちのボンボンとの結婚に一時的に揺らぶんだけど、最終的には製品を選び直すってそのヒロインの話になっていて、で最後はあのシナリオには出てくるんで、そのセリフは映画の中には出てこないんで、最後は加山雄三が僕は不幸せだなって言って終わるロストの上で完全にアンチテーゼ。そうそうそう、シナリオにはあったんだけど映画にはさすがなかった。さすがないね。でももう完全に若大将シリーズに対してアンチテーゼとして、うん、で俺多分そのセリフに入ってたんだと思うんですよ、最初は切られた。で、そう、なんかよくわかんない、こんなシルケルトンボの終わり方でいいのかなって終わり方だから、多分そのセリフを切れっていう。古澤健吾に切られた。そこは切った方がいいっていうことで、多分ね、あれは僕は不幸せだっていうのはあったんじゃないかと僕は思ってますけどね。まさしくでもそういうテーマがはっきり出てるよね。うん、そうですよね。アンチテーゼだもんね。どういう若大将じゃないんだみたいな感じですよね。ね、あの、まあいいや、海底軍艦の上原健とかもさ、すごくそういう、あの戦後に魂を完全になんていうか売ってしまった戦前の男として出てきて、あれもすごいいいね。あの上原健がやっぱり自分だっていうのを私は言ってましたよね。そうだからお前はずっと戦前のその精神を保って戦おうというんだろうけども、もうそういう時代じゃないよっていうことで説得するっていうね、あの上原健はね、うん、説得する側に戦わなきゃならないんだと。上官だよね、確か。うん、
そうですよね。回転運がすごい話です。でもだん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 なんか上官みたいな顔になってくるんですよね。あれだから、だから普通戦争終わったサラリーマンさ、サラリーマンしてるんだけども、あの小津安二郎の映画とか出てくるんじゃない？あの戦友と会うと急にさ、こうなっちゃうねえ。そうですよね。そう、それまで部長とか言って、はいとか言ってるんだけど、あの軍カバーとかに行っちゃうと急にこうなって。だん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 生き生きとしてね、顔になっていく上原健も。あのリアルさはもうやっぱりすごいよね。やっぱり戦争体験者のリアルさだよね。先ほど、シェイクスピアのテンペストを、はい、からすごく話が似ているって話があったんですけれども、はい、それは本田監督がシェイクスピアをリスペクトされてあの参考にしたのか、それとも白雪姫とかシンデレラがいろんな国で生まれたみたいにもともと人間が持っているプロットでそういうお話があって、うん、なるほど。それはシェイクスピアってものすごい大量にそのプロットを作ってて、そのほとんどの映画のプロットはシェイクスピアが作ってると言われてるぐらいだから、それはもうわからないですよね。ただその町山さんが言ってたのはこういう構造っていうのは確かにそのゴジラをあの見ていてね、こういうの裏の主人公っていうものに対して共感する人は少ないかもしれないけれども、実はあのドラマっていうのはそもそもそういうふうなものなんだっていうふうに町山さん言ってましたよね、うんうんうん、だから構造自体は。だから基本的にその会場の名前がキャリマンだったらキャバリンだったか忘れちゃったけど本当にあの宇宙刑事のせいで混乱するんですけどだからこの世の中からはぐれてしまった人っていうのは一般的には多数派じゃないけれども、作家とか芸術家とか物語作る人ってのは絶対にこっち側だから、だからやっぱりこっちの人の話にならざるを得ないんだけれども、一般に売るためにはこの人を真正面に出すことができない。だから宝田明とかをイケメンとかを表に出しておかないとならないっていうことだと思うけどね。いやだからガス人間でも本当は三橋達也が主人公なんですよ、表なんですよ。そう、ね、俺ガス人間 の三橋達也全く印象残らない。そう、ガス人間のこと書くとき三橋達也の名前は入れなきゃとか思って。三橋達也主演なんだよ、あれ完全に忘れてる。ビリングって言うんですけど、その主演っていうのはトップにビリングトップって来なきゃなんない。三橋達也ビリングトップなんだよ。そうなんですよ、あの映画でも全く宮下さんのこと覚えてないっていう、もうただの人だから、ただそれを主人公にしない限りは一般の人に娯楽作品として売れないっていうことだと思うんだよね。そうですよね、うん、ビートルズにおいてポール・マッカートニーいなかったらビートルズはパンクバンドだもんね。ジョン・レノンだけやってたらだからまあ抑え役というか、そう、ポップな人がそう、すごいもう過剰にポップなんですよね。そう、過剰にポップな人がさ、うん、やっぱね、そうレッド・イット・ビーとか歌ってないとやっぱビートルズは売れなかっただと思うんだよ、うん、やっぱりやっぱそういう役割も必要だと。やっぱりそういう役割はないと。じゃあジョン・レノン、じゃあビートルズはどう考えてもアングラバンドじゃん。だからそういうふうに思われる人も必要であって、別に嫌いじゃないってことですよね。え、役者が嫌いなわけじゃないって。役者が嫌いじゃないですよ、だからポール・マッカートニーだから。これポール・マッカートニーだもんだと分からないけどポール・マッカートニーだもんポール・キャーっていうのがないとちょっとやっぱり入りどころない。ないとやっぱり、はい、イエスタデーとか歌ってないと。やっぱり。もし、ジョン・レノンだけだったらさ、カール・ターキーとか言ってるわけじゃない。ね、I don't believe God とか言ってるわけじゃない。で、パンクバンドだよ、ただの。そういうもんだと思うよ、やっぱり。でも、カルトにはならないんだよな、やっぱり。殺すほどジョン・レノン好きな人っていうのはいるけども、殺すほどポール・マッカートニー好きな人って、それは、あんまりいないんじゃないのかって思うんだよね。確かにそうですよね。うん、という気がしますよ。はい、何の話かで言ってる人も分かんなくなるの、ね、アトラさんの話になったり、ビートルズの話になったりしてますけど、ね、はい。じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。